キーさんの講演写真日本統治時代のキーさんキーさんとは、元来は、李氏朝鮮時代以前の朝鮮半島において、諸外国からの使者や、交換の艦隊や、宮中内の宴会などで楽技を披露したり、性的奉仕などをするために準備された土肥の身分の女性のことを意味する。交互改革で法的には廃止されたが、後に民間の首相宿の故障として残存し、現在に至る。 企業後来から、李氏朝鮮末期まで、約千年間、常に2万から3万名のキーさんがおり、李朝時代には、官妃として、各県ごとに10から20名、軍に30から40名、府に70から80名ほどが常時置かれていた。その起源には、諸説あり定かでない。陳樹のキーさんの県部キーさんは、歌や踊りで遊興を盛り上げるのを制御とし、売春する2杯、3杯は、 キーさんとは呼ばれていなかった。発生には諸説あり、白木の巫女の遊女化から始まったとか、高麗時代のくだらの溶水弱に株を習わせたものとも言われている。詳細は、女を参照朝鮮のキーさん制度は、中国の義女制度が伝わったものと言われる。義女制度は、元は、宮中の医療や株を担当する女費として、キーさんを雇用する制度であったが、後に、管理や、 偏教の軍人の性的奉仕を兼ねるようになった。宗教民族学者の李義シズ、朝鮮介護下士によると、白ラの信仰を三十七年に、ウオナを建てまつるとあり、ウオナは、カロと隊になっており、ウオナは、女性、カロは、美少年が務め、これが、キーさんの始まりであるとする。また、白ラ時代の転換女が、キーさん性に相当すると言われている。李義シズも、 高来氏に基づき、下来移民の女性を飾り立て高来女学を習わせたことも起源の一つとしている。また、李氏朝鮮後期の学者、丁茶山の説では、キーさんは下来移民隆起、匠松江の養水石らが流浪しているのを、高来人、李義民が男を土肥に女は、議席に登録管理したことに由来するとも言う。柳田国夫は、キーさんと日本の久口氏は、 同窓と考えたが、後に撤回した。その後、滝川雅次郎なども、同系説を提唱し、河村美とも、正規信仰がキ伊さんと久口氏に共通することなどから、トライ説は有力と見ている。高麗時代に、中国の議女制度が伝わり、朝鮮のキ伊さん制度になった。漢に、漢費の中で用紙の優れたものを選別し、株を習わせ女学とした。高麗は、 政府直属の手のひら学院を設立し、官理らはそこに登録され、下部や医療などの技芸を担当した。手のひら学院に登録されたキーさんは、次第に官僚や、辺教の軍人への性的奉仕も兼ねるようになった。李朝時代にもキーさんは、国境守備将兵の慰安婦としても活用され、国境の6カ所の、陳や、女神族の出没する、 白頭山付近の4ヶ所の湯に派遣され、将兵の裁縫や、主職の相手や予定ぎをし、指揮をこぶした。1904年のキーさんの少女たち李氏朝鮮時代の、キーさんは、女学のほかに、宮中での医療を行い、衣服の縫製もしたので、薬棒キーさん、なお坊キーさんという名称も生まれている。キーさんは、官に属する官義と、私有物であるキーさんが存在したが、 大半は漢喜だったようである。キーさんになる女性のほとんどは同儀であるが、実家の没落、一家さん、または孤児となったり、身を持ち崩すなどした両班の娘などが、キーさんになる場合も多かった。李氏朝鮮のキーさんは、高麗音楽をルーツにしており、宮中での宴会に用いるための漢喜を置き、それを管理するための役所キーさん長が存在した。一般的に、キーさんは、 両班を相手とするため、下部音力、学問、鹿、鍼灸などに通じている必要があった。また、華麗な衣服や豪華な装飾品の着用が許され、他国の高級商婦と同様に服飾の流行を先導する役目もした。1392年に李氏朝鮮が成立し、1410年には T3 廃止論が起こるが、反対論の中には、 キーさん制度を廃止すると管理が一般家庭の女子を犯すことになるとの器具が出された。山下 AI はこのキーさん制度損廃論争を見てもその性的役割が伺えると述べている。四代国王、清掃の時にもキーさん廃止論が起こるが、進化がキーさんを廃止すると法師が人妻を脱取し犯罪に走ると反論し、清掃はこれを認め、奉師は義を持って楽となすとして、 キーサン制度を公認した。ピョンヤンにあったキーサン学校李氏朝鮮政府は、キーサン庁を設置し、また、ソウルとピョンヤンに、キーサン学校を設立し、15歳から20歳の女子に、キーサンの育成を行った。李義シズによれば、李王朝の歴代王くんの中では、9代、国王政州とその長子である10代国王、燕山くんが偽称をこよなく愛した。とりわけ、 円山君は某君、もしくは暗君で知られ、高級に偽証をたくさん引き入れ、王妃が邪魔な場合は処刑した。化粧をしていなかったり、衣服が汚れていた場合はキーさんに杖叩きの罰を与え、妊娠したキーさんは宮中から追放し、またキーさんの夫を調べ上げて皆惨殺した。円山君は、メーテラ節縁学児を潰し、キーサインを立て、 全国から女子を集め大量のキーさんを育成した。縁山くんの陰導の相手となった女性は万に至ったとも言われ、晩年には喜び回廊付近に万歳山を作り、山上に月宮を作り、キーさん3004人が囲われた。縁山くんの時代は、キーさんの前世紀とも言われる一方でこれらは、縁山くんの陰導な性格に起因すると言われており、キーさんの風気も乱れた。 運兵、聖女、編集園山君は、キーさんを、太平を運んでくるという意味で、運兵と解消させ、全国から美女であれば人妻であれ目かけであれ強奪し、運上させるよう命じた。全国から未婚の処女を、聖女と呼んで、戦場させたり、核軍の8歳から12歳の美少女を集め、陰したとも記録され、李帳実録では、王職を量子区別なしと記している。 縁山君の時代などでは王がジョインに吹けったため進化も風俗敏乱であった。河村港はこの時代を地区めかけ、地区議は当たり前のことであり、キーさんのキーさんによるキーさんのための政治と言うべきもので、朝鮮はキーさん政治、キーさん外交を行っていたと評した。キーさんは外交的にも使われることがあり、中国に 蜜木女つまり蜜木者として輸出された。高麗時代には、僧の使いやまた、民や新の外交官に対しても供与された。理朝時代でも清州が、辺境の将棋は、国境守備の将兵の裁縫のために置いたものだが、都の将棋は、風俗敏乱をもたらしているために、キーさ制度を廃止したらどうかと提案したところ、進化は、中国の指針のために女学を用いるためキーさは、 必要ですとキーさんの外交的有用性を持って答えたため、清州は満足してキーさん制度を公認している。これらは日本人に対しても行われ、1507年の剣発日記には和の野人にも美しいキーさんを友信し,したと記録されている。河村港は朝鮮の中国外交は常に時代主義を貫き、指針への助食の共王は、 友好外交のための安価な代価に他ならなかった都市、また韓国併合因後の総督不正時も、このようなキーさんなくして成り立たない国家体制を引き継いだものであるとした。他方、李氏朝鮮時代には性に対して厳格な法規が存在していた。性暴行事件は大民律で反感罪の適用を受けたが、合関未遂は税百回と三千0 0入り流刑。合関は公私刑。 近親合刊は残首刑だった。中層二十三十月、宮人のと白馬子が家父を合刊した際、中層が、常人が合刊することも正しくないのに、まして氏族ではないかと言って、厳罰を指示したように、支配層には一層厳格なところみが要求された。和刊は男女とも杖八80回だったので女性は、合刊だと主張する場合が多かったが、 この場合は、女性の当初の意図が判断基準だった。清掃十二年、清四品で森軍の新通令が、官女である、高音徳と何回も性関係を持った。高音徳は、はじめは断って声を出して泣いたという理由で無罪となり、新通令だけが処罰されたのが、その一例である。この事件のように、被害女性の身分は重要ではなかった。義の場合も、 同じだった。暴力がなくても女性の同意がなかったら強姦で処罰したが被害女性が処罰を望むか否かは両刑の侵酌対象ではなかった。窃盗の途中に強姦までした場合は斬首刑であり幼児強姦は例外なしに公主刑か斬首刑だった。ただし日本でも江戸時代の貫通罪がめかけ制度や誘拐制度の中で抜け道があったように 様々な抜け道が作られていった。高来、李朝時代の身分制度では、支配階級の四番ンン、その下に、中将階級、平民階級があり、その下に、先民階級としての七地図と土偽があった。林小国によれば、七地図とは、商人、旋風、獄卒、虎を、僧侶、白鳥、付属のことを言い、これらは身分的に奴隷ではなかったのに対して、土偽は、 主人の財産として霊属するものであったから、七シ図には及ばない身分であった。土肥はさらに高シ図と、死シ図があり、私シ図は、伝来費海女、祖伝費の三種があり、下人を指した。土肥は売買、略奪の対象であるだけでなく、借金の担保であり、贈り物としても常与された。十母法では、土肥の子は土肥であり、従って、また主人の財産であり、 自由に売買された。そのため、一度土肥に落ちたら、代々その身分から離脱できなかった。朝鮮時代のキーさんの多くは官儀だったが、身分は、先民、官秘であった。朝鮮末期にはキーさん、内人、官土肥李族、疫卒、老齢有罪の逃亡者は、七発公子図と呼ばれていた。端田めは、筒子会とも呼ばれ、下女のことを言い、林小国によれば、 朝鮮では、橋た目は、事実上の家畜であり、売却、死刑はもちろん、橋た目を殺害しても罪には問われなかったとしている。さらに林は、干末、水溝や川にはしばしば流れ落ちないまま、物に引っかかっている、年頃の娘たちの行き死体があったと言われる。局部に、石や棒切れを差し込まれているのは、言うまでもなく主人の玩具になった末に奥方に、殺された。 不幸な運命の主人公であったとも述べている。両藩の多くの家での橋溜めは土木との結婚を許されており、大臣宅の橋溜めは女の中の女は体幹人とも歌われたが、結婚は許されなかった。林小国は、橋溜めが主人の性の玩具になった背景には、朝鮮の奴隷制身分制度のほか、当時の両藩は地位が高いほど、 夫人のいるうち部屋へ行くことを対面に関わるものと考えられたので、手近にいる橋ために、性の吐け口を求めるしかなかったためとし、若くて美しい寒妃が見かけになることも普通で、地方管理の中には、平民の娘に罪を着せて、寒妃に身分を落とさせて、目的を遂げることもあったとしている。また、性的奉仕を提供する者を某キーさん、守る長キーさんと言ったが、 この方針を享受できるのは観察師や暗行士などの中央政府派遣の匿名管理の量を半階級に限られ違反すると罰せられた。李氏朝鮮時代のキーさんは三つのランクに分かれていた。最上のものをパイ、次のものをパイ、最も下級なものをパイと呼んだ。李義和によると、遊女の総称を勝始めと言い、中国語で草虫という。勝始めには、 技女も含まれるほか、陰近者、東京はかりごとり、花娘優女、女者パイ、女児童パイ、イ色シカが含まれた。李氏朝鮮末期には、三杯も、キーさんと呼ばれるようになり、これらの一杯、二杯、三杯の区別はつかなくなっていた。一杯、編集一杯キーさんは、キーさん学校を卒業後は宮中に出た。宮中に入れた一杯キーさんは木ぐらいが高く、 キーさん最小とも呼ばれた。また、売り歌不買員というように定説を重んじ、体を売ることはないことを建前としていたが、実際には国家が支給する給料に比べて支出が多かったため、特定の量販に囲い込まれることで、資金的援助を得る家畜制度が認められていた。これは、事実上の目掛け制度である。ただし、囲い込まれた一パイキーさんとの間に生まれた子供は、 例外的に土肥ではなく両民の子として偶する制度があった。後来、李氏朝鮮では、片方の親が土肥先民の場合その子を土肥とする制度があった。ただし、この制度の対象となるのは、男子のみで、女子は原則として、母親同様キーさんとなった。また、宮中に入れなかった一パイキーさんは、自宅で客を取ったりした。また宮中に入った一パイキーさんでも、 30歳頃には、退儀し、結婚したり、やり手や売り酒業を営んだ者もいた。1パイには、薬房キーさんや、宮中の衣服関係を担当した、ハリ女も含まれた。2パイ、編集2杯は、陰金者、または、陰金師といい、隠密に売春料を営んだ女性を指し、1パイキーさん崩れがなったという。 住宅街の中で暮らしながら隠れて売春するものが多かった。三杯編集三杯は完全に娼婦であり、峠を計りごとりともいう。造花を歌って接客したとされる。近代化以前は、京状に散在していたが、後に指導に集められ、仕事場を、商業室と称して、李氏朝鮮末期には、三杯も、キーさんと呼ばれるようになった。花娘遊女。 編集花娘優女は、青州の時代に成立し、春夏は、漁港や、修税の場所で、秋冬は、山寺の僧帽で売春を行った。僧侶が手引きをして、女性を二として僧帽に置き、売春業を営んでいた。僧侶が仲介していた背景について、河村港は、李朝時代には、儒教が強くなり、仏教は衰退し、僧侶は、先民の地位に落とされ、 きちんともと抱いたためと指摘している。女シャドウパイ、編集女シャドウパイは、大道芸人集団で、昼は、広場で、曲芸や仮面劇、人形劇を興行し、夜は、売春を行った。男性は、男児童と言い,い、警官の相手をした。女性は女児童と言い,い、売春した。シャドウ集団の本拠地は、安城の清流寺だった。河村港は、女シャドウパイを、 日本の区仏に似ていると言っている。色鹿、編集、色鹿とは日本でいういい森女、借付で、旅館などで売春を行った。売酒と売春の店舗を、スルチビと言い,い、近年でも、バーやキャバレーに、スルチプ、アガシ、喫茶店では、タバン、アガシ、現在でもサウナ房や、大敗理髪所とも呼ばれる、理髪店で、ミヨンドアガシという女性がいる。また、ソウルには、 キーサンバンと呼ばれるものがあった。主として、官長の管理のもとに営業をしていたが、遊格に似ており、かなり厳格なしきたりを持って運営されていた。しかし地方では参拝が多く、キーサンボーや、それに類するものは存在しなかったとされる。1876年に、李氏朝鮮が、日本の開国要求を受けて、日朝修航状況を締結した開国して、以降は、 富山と元山に日本人居留地が形成され、日本式の遊郭なども開業していった。日本や海外からの文化流入により、キーサン制度にも変化が見られるようになった。日本の芸者や遊郭制度、ロシアなどから白人の外省などが入り込み、従来のキーサン制度と融合して区別がなくなっていった。李氏朝鮮末期にはキーサン組合が作られているが、これにより、 従来雇い主を必要としたキーさんも、主人を持たないキー産業が行えるようになった。また、地方のキーさんがソウルに入り込み、キーさんの形態が激変し、日本統治時代に確立した交渉制度に組み込まれた。また、大韓帝国の時代までは、所長前の少女をキーさんとすることも多かったが、韓国併合後に少女をキーさんとすることは禁止された。キー一致ムド 金良記は、朝鮮の都市に公然と遊郭が登場したのは、日本人の登場以来のことで、朝鮮各地に、娘の人身売買が公然と横行するようになったと主張している。1881年10月には、富山で、貸座式並みに現将棋営業規則が定められ、元山でも、将棋類似営業の取り締まりが行われた。 翌1882年には、不残領事が、貸し座式及び、芸商儀に関する二つが発布され、貸し座式業者と芸商儀には課税され、芸商儀には営業観察の取得を義務付けた。1885年には、慶場領事館たち、万員取締規則が出され、ソウルでの売春業は禁止された。しかし、日清戦争後には料理店での芸妓雇用が、 公認され、1902年には、富山と新川、1903年に、元山、1904年に、ソウル、1905年に、陳南浦で遊郭が形成された。日露戦争の勝利によって、日本が朝鮮を保護国として、以降はさらに日本の売春業者が増加した。ソウル城内ソウ林道には、新町遊郭が作られ、これは財源ともなった。 1906年に東関府が置かれるとともに、居留民団法も施行、営業取締り規則も各地で出されて制度が整備されていった。同1906年には、辰山に桃山遊郭が開設した。日本人の居住地で知られる、京城の新町、富山の緑町、平壌の柳町、大田の春日町などには数十軒から数百軒を数える遊郭が設けられ、 地方の小都市にも十数軒の青桜がの木を連ねた。日本人売春業者が盛んになると同時に、朝鮮人業者も増加していく中、ソウル警務庁は市内の消費営業を禁止した。1908年9月には、警視庁は、キーさん取締例、将棋取締例を出し、キーさんを当局許可制にし、交渉制に組み込んだ。 1908年10月1日には、取締り理,理由として、売買人の差術によって、本意ではなく従事することを防ぐためと説明された。1910年の韓国併合以降は、東韓府時代よりも取締りが強化され、1916年3月31日には、朝鮮総督府警務総監部令、第4号、貸し座式将棋取締り規則が交付、朝鮮全土で、 交渉制が実施され、日本人、朝鮮人将棋ともに、年齢加減が、日本内地より1歳、低い17歳未満に設定された。他方、併合初期には、日本式の性管理政策は徹底できずに、また1910年代前半の女性売買の、形態としては騙した女性を妻として売り飛ばす事例が、多く、後の1930年代に見られるような、誘拐して、 商議として売る事例は、まだ少なかった。当時、新町、桃山両遊閣は、堂々たる、貸し座敷であるのに対して、曖昧屋とも呼ばれた支障を置く商料理店は、ソウル市に134件が散在していた。第一次世界大戦前後には、戦争芸期で1915年から1920年に、かけて、京城の下流界は全盛を極めた。 朝鮮人将棋も1913年には585人で、あったが1919 19年には1314人に増加している。1918年の刑場、本町の日本人居留地と小路所管内での臨検では、戸籍不明者や13歳の少女などが検挙されている。金さんと芸者、編集三地白愚が1922年に観光した悲しき国では、 キーさんは、日本の芸者と将棋を一つにしたようなもので、将棋としては、格が高く、芸者としては、その目的に天派主張がある。その最後の目的は、親石に自して、天面の情をそそるところにあると記している。同じ1922年に刊行された、柳立て寺土左衛門。朝鮮川流ではキーさんを、朝鮮人芸者のことで、京都芸者のようだとし、 かつはじめは売春婦であると書かれている。1934年の形状観光協会、朝鮮料理宴会のしおりでは、エロ方面では、名物のキーさんがある。キーさんは、朝鮮料理屋でも、日本の料理屋でも呼ぶことができる。もっとも、一流のキーさんは3、4日前から約束しておかないと、中中見られないとあり、猟奇的方面では、カルボというのがある。 要するにエロサービスをする女であるカルボは賠償婦であるとしてキーさんとカルボとを区分して書かれていた。1940年当時のキーさんの実態を朝日新聞記者が調査した内容によるとキーさんの大半が賠償婦であることをルポタージュしている。これより1945年の日本敗戦までについては慰安婦を参照。韓国軍慰安婦及び 在韓米軍慰安婦問題を参照大韓民国の成立後に朝鮮戦争が勃発し、戦火で焼き尽くされた国土の復興には莫大な費用が必要になった。僕正紀大統領は1965年の日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約で獲得した資金をもとに復興を進め、在韓米軍を新たな復興への資金源として見出した。 当時、中流米軍に対する風俗店は朝鮮語でヤクザと呼ばれる非合法の犯罪組織が関与しており、莫大な金額が地下に流出していた。これを一斉に摘発し、新たな国営の召喚制度を代わりに据え、外貨獲得を行った。これが便宜的に国営キーさんと呼ばれる制度であり、さらなる外貨獲得を目指して、一時は、 ベトナム戦争時など海外にも派遣された。日本が復興し、海外旅行が再開されると、日本からの観光客に対しても、国営キーさんが使われた。1990年代まで、キーセン旅行と呼ばれるほど、韓国旅行が風俗旅行と同等の意味を持っていたのはこのためである。交通公社や近畿日本ツーリストの旅行では、 羽田初に泊三日で三万五千円くらい、キーさんと見合いの後、夕食が終わると、ホテルに、キーさんが来た。夜の街に出たり、部屋で食べったりして、翌朝まで一緒にいて、三万円を要求された。夜の街に一人で出ると、屈強な男性が尾行してきた。おかげで、安心して、横丁の屋台などで、ソウルの夜が楽しめた。生きたまま刻んだタコを食べたり、 すぐにできる、オーダーメイドのシャツを買ったりして、ホテルに戻って、ベッドに入ると、ボーイがドアをノックしてきた。お一人ですかお寂しくないですかドアの上の回転窓には、当時日本ではやったジーンズのジャンパーなどを羽織った二人、くらいの女性が、ボーイの後ろで、壁に体を寄せて控えている。深夜2時過ぎまで、何度もボーイのノックがあった。ボーイにも部会が入るようであった。 業者は、キーさんとは言わず、姫様と呼んでいた。観光の奇跡を経て、1980年代に韓国経済が軌道に乗り始めると、国営キーさんの死亡者は減少した。不足を埋める形で成長した民間のキーさんでは、フィリピンやインドネシアなどの東南アジアから女性を誘致するようになった。ソビエト連邦の崩壊後は、ロシア人女性も誘致の対象となった。 だが、やがて外国人娼府に対する違法行為が頻発し、一部で社会問題化する。そして2004年に韓国の議会は、すべての売春施設を閉鎖し、売春行為を違法とする法改正を行った。これによって、キーさんは大韓民国では事実上廃止された。ソウルのキーセンハウスでは、記憶もかく、大円隔、三性核の三角が有名だった。 伝統的なキーセンハウスで唯一残っていた青切り違ンも2010年に閉店した。朝鮮民主主義人民共和国においてのキーさんの実態は不明である。ただし、李氏朝鮮時代の歓理に類似するものとして喜び組が存在する。また河村港は現在の金氏朝鮮が全国から美女を集め、喜び組と呼んで気に入った女性を 要人のヨトギに教していたことから、金正日は、エミ山マ君などの正当な後継者と表している。キーさんから日本による交渉性に至る成立過程については、日本軍の慰安婦問題と絡んで議論がなされている。なお、交渉の定義については、交渉定義を参照。自称元日本軍慰安婦であると名乗る金額順、文玉手などは、朝鮮の師匠または、 交渉のためや日本の首相のためのキー産学校ではなく日本軍または日本政府などによる日本の公的機関への報酬を目的とした交渉制のキー産学校に入学後、公に営業を許された商府として日本の公の営業許可を得るためのキー産に関する知識や技術などを習得し卒業したと証言している。キー産など朝鮮伝統の制度は日本による 交渉制によって崩壊したとみなす見解がある。山下 AI は朝鮮社会にも昔から様々な形の売買春が存在した。上流階級では、高麗時代に中国から伝わったと言われる偽助制度があり、日本によって交渉制度が導入されるまで続いたと述べている。また、キー産制と日本による交渉制との違いについて、川田文子は、 キーさんの他に造花をたしなむ、小女、流浪芸能集団であった女シャ社パイ、色鹿で働く祝福などの形態があったが、特定の収章地域で、公の管理を行う、交渉制度とは異なるものであるとした。また、在日朝鮮人歴史学者の金富子や梁住子、在日韓国人の評論家の金良リらは、キーさん制度は売買順を制度化する。 交渉制度とは言えないと主張している。金料記は多くのキーさんは売春とは無縁であり、監視などに名作を残した一イキーさん講師にのように文化人として認められたり、キーさんの純愛を描いたルカ伝のような文学の題材となっており、70年代から90年代にかけて主に日本人旅行客の接待に使われたキー線観光はとは全く違うものであると反論した。 他方で、河村湊は、李朝以前のキーさんと、近代以降のキー戦とは違うという言い方がなされる。江戸期の良し、キーさんの中には、視野絵画で巧妙なものもいる。朝鮮には、春画はないとも一部で言われてきたが、風俗画家、新純福の。河村湊は、こうしたエロティックアートの眼差しの中で、キーさんだけが登場人物となった点を、 朝鮮春画の特色とした上で、その背景に朝鮮儒教があり、たとえ虚構の絵画の中であっても、みだらなことを行い、性を剥き出しにし、露骨な地帯を示すのは、キーさんだけでなければならなかったと指摘している。ありがとうございます。